よろしいでしょうか。まず委員長、先ほど、本予算が、可決しました。受け止めをお願いします。日本共産党としてはコロナから命を守る、新自由主義を転換して優しく強い経済を作る、そして、戦争する国づくりを許さないと、この3つの方向で論戦をし、そして和本的な組み替え提案をいたしました。で、この戦いさらに参議院でも大いに発展させたいと決意しているところです。各社様いかがでしょうか。私の方からちょっと言ってない、はい、クリミアの、ウクライナの、そうですね、ウクライナ情勢をよろしくお願いします。はい、ウクライナをめぐるロシアの動きについて声明を発表いたします。で、お配りした通りでありますが、大変重大な事態となっていると認識しております。今日未明ですね、プーチン大統領が、ウクライナの領土東部で、親ロシア勢力が、独立を宣言している2つの地域を独立国として承認し、両地域へのロシア軍の派兵を支持する大統領令を、発しました。で、これは国連憲章、そして、国際法の基本原則に反した侵略行為そのものであって、我が党は断固糾弾をいたします。そしてロシアに対して独立の承認と派兵の指令、これを速やかに撤回することを強く求めたいと思います。で、声明ではこの間の歴史的経緯にも触れております。で、今回の独立承認と、派兵の指令はですね、このウクライナの東部の問題、平和的な解決、これを定めた2014年と15年の、関係国間で結ばれたミンスク合意があるわけですよ。これ例のクリミア問題の後にウクライナの東部問題が起こった、そこで、平和的な解決を定めたミンスク合意を結んでいる。そしてそれをですね、この合意を承認してウクライナの領土保全の全面的な尊重を再確認した国連安保理決議が2015年に上がってるんですね、2022。ロシアも賛成して安保理決議があるんです。ですから今回の行動というのは自らもロシアが賛成したミンスク合意並びに国連安保理決議2022に違反したものだと、これは非常に重大な点であります。それからプーチン大統領の、テレビ演説で、ウクライナが歴史的文化的にロシアの不可分の一部だと強調しました。私はこれね、聞きまして、もうロシアの根深い覇権主義が吹き出してきたという思いで聞きました。で、これはですね、クリミア併合に続いて今回の事態というのは、自分たちの領土拡張というね、覇権主義を国際法の上に置く、文字通りの覇権主義体育主義の態度であって、絶対に認めるわけにいかない。ロシアは NATO の問題を持ち出しています。しかしどんな理由があってもね、国際法に違反した、国連憲章に違反した、そういう侵略行為あるいは主権侵害、許されるもんじゃない。どんな理由を持ってしても国連憲章違反の暴挙は許しちゃいけない、このことを強調したいと思います。まさに私たち、このロシアの問題は旧ソ連時代に日本共産党として何度も覇権主義的な干渉戦ってきた歴史があります。党の精神をかけて戦ってきて打ち破ってきた歴史があります。それを通じてこのロシアの根深い覇権主義の伝統というものを体験してきたわけでありますが、そういう党としてですね、今回の事態に対しては厳しくこれを抗議をし撤回を求めることを述べていきたいと思います。最後に国際社会の対応ですが、国際社会がきっぱりとした態度を取る必要がある。どんな理由をもってしても国連憲章の違反は許さないと、この原則が大事です。この原則に立ってですね、このウクライナの主権尊重に立った外交政治的な事態打開のための努力を国際社会が行うことを訴えていきたいと
日本政府もきっぱりした態度を取る必要がある。やはりあのロシアが今やってることは侵略行為であって国連憲章違反であって絶対認められないというねことをしっかり言って、そしてプーチン大統領に対してこの指令ですよね、派兵の指令、それからその前の承認の問題、この承認と派兵、この2つの決定の撤回をですね日本政府としてしっかり求める必要がある。これほど強く日本政府に求めたい、これになります。以上です。じゃあもうちょっと予算についてお伺いしたいんですけれども、はい、あの国民民主党の玉木代表は今回賛成討論に立ち、国民民主党は賛成に回りました。改めて受け止めをお願いします。これはね本予算ですからね、本予算というのは、自公政権のこの全体のまさにパッケージの姿がそこに示されているわけですよ。でこれにやはり賛成するということになりますと、あの自らを与党化するという宣言になります。ですからあの補正予算でしたらね、例えば災害対策のさまざまなものに限定したものが出される場合があります。そういうものに対して私たちも賛成したことがありますが、本予算というのは全く重み違うんですよ。ですからこれはもう自公政治そのものですから、そこに白紙人情を与えるということになったんじゃないでしょうか。西井越です。今関連しまして、参院選の野党共闘に向けてですね、このこれへの影響についてはどのように考えるでしょうか。条件がなくなったというのが私たちの考えです。この今回の行動によって共闘に当たらないってことですか、ね、条件がなくなったと。その条件がなくなった。小池局長は文句を閉ざすものではないというふうな、まあ、それはこれまでの態度として我々文句を閉ざすことは一度もしてきませんでした。で協力の意思があれば話し合いしますよ、しますよと。それから私たちの方としてもね、できるだけ共闘の前に参加したらどうかと私は呼びかけてきました。しかしやはり予算の賛成ってのは重いですよ。ですから私たちとしては、条件はなくなったというのが 現時点での我が党の対応です。よろしいですか。あ、すみません、はいはいはい、共同通信の岡山です。ちょっとまた話題変わるんですけれども、はい、あの旧優生保護法の関係で、はいはいはい、あの今日はあの大阪高裁の方で、はい、あの初の賠償命令の下す判決が出たんですけれども、うん、こちらの受け止めよろしいですか。これは画期的な判決だと思います。本当画期的な勝利判決だと思いますし、あの、特に除籍期間を理由にしてこの賠償を退けるという考え方を否定したわけですね。ですから一番の原告の皆さんが願っていた中心点を認めた判決ですから、私はこの判決は本当画期的な判決だと思います。ですから国はですね、この判決を重く受け止めて、で控訴しない、でこれで確定にして、あのしっかりとした責任を果たすということを強く求めたいと思います。本当画期的なものだと思います。よろしいですか。よろしいか。はい、どうも、はい、ありがとうございました。